ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。飯田さん、はい、ね、何ですか。もうこの幸せ満開億万回っていうあの飯田さんのあれが俺超好きなんですよ、ね、どこ好きなんですよ。もうそれも もうあと数ヶ月終わりですよ。そっか、またもう変わるんだ。そうです、もうだってこれが最終放送日らしいですよ。そっか、最新日か、年内。もうあの飯田さんが、飯田さんの中で飯田さん史上で一番テンション高いですよ、ね、満開億万回の時が。いや、そんなことないですよ。あれ可愛いんですよね。いやでもあの12月末ですか、はい、今は10月24日ですよ、はい、24日です。億万さん、あ、誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。先ほど億万さんの、ありがとうございます。億万さんじゃない、億万さん家族のために俺は買い物してきましたよ、ね。もういいんですかね、あの名前言っても。いいです、そう、ポロラルフローレンのあのなんていうか、うん、ダウンですか、はい、ダウン4点セット、はい、俺もう通販とかでしか聞いたことない、そういうの4点セット的なやつは。いや、まず億万くんと、はい、億万くんの娘さんがさ、はい、同じ誕生日だからさ、そうなんですよね、10月23日、まあ、まあこれはまあ買ってこうと、はい、いいじゃないですか、うん、でもさおなんかもらってないっていう長男がさ、はいはい、ブーブー言い始めたらさ、言わないでしょ、分かってないから、悲しいじゃん、うん、あ、じゃあこれはもう長男にも買ってってあげようと、うん、どうせだし、うん、子供用のとこ行ったし、はいはい、そしたらさ、うん、お前の嫁はブーブー言うわけじゃん。言わないでしょ、私の分がないって。言ったことないですよあいつは。どえらい出費ですよ。そうか、そうですね、俺のが娘と同じ誕生日だったばっかりに。そうだよ、うん、これ全然空いててくれたら別にしれっと無視で。いやいや、俺もびっくりしましたよ本当に。でっかいあのおしゃれなこう化粧箱みたいなの入って、はい、4つ箱わざわざ入れても箱500円取れるけど、すいませんと思ったけど、え、500円こんだけ買うな、 箱500円、 箱で500取んのよ、けーなー、けーよ。しかもさ、池袋西部さ、うん、子供服のとこと、うん、女性用と男用ってみんなバラバラだからさ、はい、全部行ったよ。あ、これ？そうです。その買うために子供服用の子供服買って、はい、箱詰めてもらって、それを持ってレディースに行って奥さんのこれ選んで、それ今度男性は隣の館の、マジっすか？どんだけ離れてんだみたいな。めちゃめちゃ億万のこと好きじゃないですか。好きじゃねえんだ。迷惑だ。いや、すいません本当に、まあ、この4点セットあれで俺が1年間で買う服の値段を超えてるからね。いや、もうやばいと思いますよ。俺服ほとんど買わないから。やばいよ、服も靴も全然買わないから。多分俺のも本当4、5年分ぐらいかかってる。そっか、服代。いや、あんな高級なの、着たことないですから。いや、でもあの本当この前、昨日ですか、誕生日でトークライブやりまして、ね、本当に飯田さんのもうお客さんたくさん入っていただいて。いや、おかげさまで。でも聞いたよ、お客さんから、はいはいはい、爆笑、爆笑。ああ、よかったよかった、バカじゃねえのって言われたかと思って。いや、言ってたよ。本当ですか、うん、こんなに面白い、はい、なんで売れてないの。不思議でならないって言って。嬉しいけど悲しいな。めちゃくちゃ面白いです。ああ、よかったです。それは言ってた、言ってた。本当ですか。でもなんかお客さん、なんか群馬とかの方から、うん、いらっしゃった男性がいらっしゃ、でその方がなんか「どうしたんですか？」とかって言ったら「いや、あの恩返しがしたくて」とかって言うんですよ。で「何ですか？」って言ったら、飯田さんのこのウェブラジオで聞いてるらしくて、うん、だからなんかその宝くじのやつで、うん、なんか飯田さんが言われた通りにしたら、うん、なんか100万円当たったんですって。これで100万円当たったから、これはやっぱその当たったことに対してちゃんと恩返ししなきゃいけないと思って。えらい。でもそう、やっぱ恩を返す方法が多分分かんなかったんでしょうね、うん、なぜか億万トークライブに来ちゃった。俺に1円も返ってこない。だから恩返す場所違うからっつって。まあでも本買ってくれるかもしれないですね。いやいやいや、もうすっごい、もう本当これ感謝ですって言ってましたよ。でもそんな億万トークライブさ、はい、俺見たよ、あのキーホルダー、お前の型取った。あ、なんていうんですか、アクリルスタンド、アクリルスタンドが1個1500円。高えよ。俺が1年かけて本が1000円ちょっとのに、お前のアクリルスタンドがさ。そうなんですよ、俺びっくりしたよ。いや、なんかそのショールームっていうやつをやってて、うん、そこ見てた、うん、その子がなんかもう勝手にこう作ってくれて、ほい、うん、でまあこれプレゼントしますって言うから、プレゼントでもらうわけいかないしみたいな、うん、あ、買い取ったの。だから買い取ったんですよ、そりゃ。でも1500円で買ってないでしょ。まあそりゃそうです。お前なんで1500円で買わないんだ。いやいや、1500円、お前に善意がない。俺だったら1500円で買って1500円で売りますよ、はい、いや1500円で買って1000円で売ります、う
1500円だかって1000とか、そうそうやばいです。そう飯田方式、俗に言う飯田方式です。安くる。いやもうでもね、本当になんかそういう風にね、なんかいろいろやってくださるお客さんがいて本当に良かった。幸せですよ私は。でもこの配信の頃にはもうライブも12月1日に終わってますよ。はい、どうなったか全然わかりません。ね、飯田さんこのイベント公開イベントですよね。公開イベントやってるらしいよ。すごいです。中止かもしれないよ。中止されてるかも。だからこれ29ですからね。もう終わってますからどうだったか知りませんけど、中野ゼロショーホールで、ねね、我々のホームでわざわざやるんですか。いつの間にか ね9月は億万トークライブやる場所になっちゃったから、はい、ということで今年最後の放送になりますんで、はい、行きましょう。じゃあこの方ですね、東京都は20代後半女性 M さん、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。地方で起業した彼についていくか悩んでいます。彼は23年4月から結婚して宮崎で一緒に住みたいと言っていますが、今後の生活や子供を育てる時の資金があるか、一生宮崎で住めるかなど結婚を考える上で心配事が多いです。私も働くつもりですが、今の会社は待遇が良い会社なので辞めるのはもったいない気もしています。宮崎で私も好きなことで起業したり挑戦をするというのでも楽しめると思いますが決められずにいます。彼氏と別れて今の生活を維持するか、彼についていって宮崎で新しい生活をするか、どちらが良いでしょうか。お、はい、宮崎で何やってんだろうね。なんでしょうね、宮崎でやんなきゃいけない仕事ってなんだろう。チキン南蛮屋さんじゃないですか、宮崎じゃなきゃいけないっていうのは、マンゴー屋さん、あ、マンゴー屋さんとか、チキン南蛮屋は東京でもあるよ。いやでもなんかね、宮崎はチキン南蛮が有名ですもんね。有名だっけ。そうそうですよね、有名。チキン南蛮か、はい、そっか、だから それだったらね、なんかチキン南蛮なんかどこでもない、まあ、俺もなんかそんな気はするんですけど、宮崎のやっぱこう、ああ名物というか、まあ、鶏肉美味しいよね、宮崎とか ね、 そうですよね。ではでは占いまして、相性自体はいいんですけども、2020、はい、そうだね、ここ切り替わりがどうしても出てしまってるので、一応この M さんはすごく真面目で結婚願望もちゃんと持ってるのでいいんですが、はい、彼が結婚する気がもうゼロです。え、絶対しないです。え、なのでこの方ではないです。じゃあもうすぐ別れた方がいいんじゃないですか。が別れ部だなのこの人。うわ、銀の宝座下一桁6万持ったらごめんなさいが言えない。なんでだから言ってください。むしろはい、別れベタをやめることが幸せにつながります。ごめんなさいを言う勇気。ちゃんと。そう。うわ、俺もさ、下一桁6番持ってる人ってそれ苦、はい、俺も苦手で別れごめんなさいが言えなくて、なんかズルズル付き合ったこと何回もあったんだけど、でもさ、もうなんかまた我慢してるわ、別に我慢すればいいんだけど、まあね、ずっと積み重なった時にさ、なんだろうこの人生と思って。いやそうですよ。別に好きとかもあるんだけど。なんかずっと飲み込んで我慢してるなが、はい、もう嫌だってなったから、はい、もう言おうと思って別れるって、そっからは変わったもんね、あ、そうですか。俺速攻別れたもんね。へ、ダメだこの人会わないと、あ、多分これまた我慢するわと思って、1回飲み込む、2回3回飲み込むと、はい、あ、これ飲み込む、あ、あのパターンだと思って、あ、もう無理無理無理って、これすぐ別れたもん。いやだからもう恋愛はね、やっぱね、情がもう、もう出てきたらダメですから。そうだから別れるっていう判断が悪いわけじゃないから、そんなに自分を我慢してまで押し殺す必要ないから、合わないってことだから、それは辛くなるから後その状態で付き合っててもね、相手にもね、もうその時間がロスしてしまいますし、もったいないから、なのでとっとと別れて次の人、2023年4年に新しい人出ますので、4年5年に結婚する運気を持ってますので、そちらの方に切り替えてください。はい、じゃあ続きましていきましょう。滋賀県、30代前半女性由美子さん、おめでとうございます。今まで仕事中心に過ごしてきて、そろそろ本気で人生のパートナーが欲しい気持ちがあります。これまでも忙しい中で恋愛はしてきましたが、遠距離ばかりでうまくいかず、真剣に結婚を考えた人にも2年前に振られてしまい、自尊感情が低迷したまま今を過ごしております。このままではダメだと思って、出会いの場に行ったり知り合いにお願いをしたりしても、人間不信に陥っている自分が壁を作ってしまっているようです。職場では出会いがないのですが、結婚につながるような出会いがあるのかどうか知りたいですということです。あ、しかも銀のカメレオン座ですから、はい、乱気な年、まあ、でも今年これ聞くときに配信で終わりですから、はい、2023年は意外な男が出てくるので、うん、年下で、あーでもやんちゃに引っかかるのかな。すげえ頭の中でやっぱずっとやってくれてる。やんちゃでもいいんだけどね、ちょっと危険な男に目がいってしまうので、まあでも